さて今日も京都テアモアス遊んでいくぞ。今回は前回と同じくフランケンスパイダー入りの9人構成、そしてしっかりスパイダーを引いていくと。スパイダーは前回ちょっと紹介したけど、罠を仕掛けてかかった相手をキルすることで気力が短くなるインポスター役職よ。そしてこの役職を見た瞬間からもう決めていました。初動から門番を決めると猿の惑星覚悟完了。初手から門番するにはさすがに相方の補助が不可欠。今からレイラーさんにディスコードでメッセージを送ります。だいぶツール使うな。ついでにジュース買ってきてっと。走りもやらせる。少なめの9人とはいえ初手門番成功する確率なんて100回に1回だけどね。その100回に1回を今回で引いてやるという決意。意思は固いようだな。でもどちらにしろ相方が来ないことにはどうしようも。よしレイラーさんやりますよ。やっぱやるんですか。スパイダーは罠を設置できる能力上門番適性は高いぜ。このチャンネル門番好きすぎでしょ。罠どこ置きます。じゃあ私ここに罠とりあえず1個置きますね。オッケー。じゃあ自分こっちに罠置きます。これで準備はできたな。あとは右側で標的が罠にかかるのを待つのみ。さてどうなることやら。祈りの時間だ。門番はここでのお祈りの質によって成功が決まりますからね。お祈りゲーミング把握。あれなんかもう誰かすでに罠かかってるっぽいですよ。罠にかかった間抜けの顔でも拝みに行くとしましょうか。え、まだ切ってないのに破裂した。やめろー。うわー。逃がしませんよ。あーひな兄さんの叫び声でかすぎてくさ。最近叫び声に魂こもってるのよね。サンキュー入ったのであとは来ないことを祈る。あ、初手門番の夢、終了。予想可能回避不可避。なんで初動ミーティングに3人もボタン押しに来てるんですか。まあそこそこ時間経ってたからね。いや、まだだ。今回はフランケンがいる。フランケンを説得して票を確保すれば実質パワープレイだ。一応私は通報者から見えてないと思うのでとりあえずバレてない体で進めつつ票を誘導しましょう。ミーティングで3キル起きてたぞ。とりあえずレイラーは確定な。実質パワープレイやんこれ。レイラーメテオのタクだけメテオさん通報してるから。ブルーはレイラー人材はメテオに入れて時短しよう。人材はスキップだー。あれなんか誘導する必要もなくスキップになりそうな会議内容。本来だとここフランケン1インポスターまでは落としたい盤面だけどな。ただ3キルだから村目線フランケンが絡んでるキルに見えてるのかしら。ま、どちらにしろ私にできることはスキップに入れることだけなのであとはお祈りしてましょう。これもう実質シスターだろ。なんかスキップになってくさ。フランケンが協力してくれたみたいね。協力ありがとうございます。しかし悲しいかなお別れです。恩は返せなさそうだぜ。あとは適当にダブキル決めて終了ね。めめ村史上最速の門番勝利となりそうだな。さて当然レイラーさんもミーティング付近に集合。初手の自爆からおそらくチャコさんがシェリフで死亡済みのため警戒することなく門番の構えを取れます。あれ多分横のひな兄に判定吸われて自爆してたんだよな。終わりだよ。ボタン押してもまたパワープレイを切るだけだからな。ま、どちらにせよリアクターは入れておいてっと。キルク残り9秒。全インポスターの夢を叶える時が来た。さてそろそろキルクたまりますね。あれレイラーさんにどうしちゃってる。右側キルしに行ったのか。ワンチャンタイミング外して負けるのが怖いですね。ちょっとだけキルせず待ちましょうか。まあ次1キルで通報入ったらさすがに釣られるだろうしね。多分レイラーさんもキルはいるだろうが。ウパさん一緒に上に来てくれそうですね。まあここなら問題ないでしょう。はい、爆速勝利。よくなんとかなったわね。やはり飛行の戦術は門番、これに限ります。ということで次試合行くぞ。さて2試合目。1試合目は少人数ゆえに爆速で終了したが、逆に今度は長くなりそうだぜ。それもそのはず今回の試合は参加人数13人、そして引いたのは第3陣営ジャッカルね。今回はサイドキックを作れる設定なのでうまく動いていきたいところ。ちなみに2試合目の役職構成はこんな感じよ。基本1試合目の役職にジャッカル、マットとクルーを加えた感じだな。基本的にはインポスターに初動を委ねたいところ。ま、今回はマットもいるしフランケンもいるから死体消えがちだしね。いつも通りジャッカルでは漁夫の姿勢だ。さてボタンが入り2ターン目。初手門番するという気概はなかったようだな。それはもはや気概というか無謀というか猿というのが正しい。門番は別名お猿さん戦法とも呼ばれていますからね。まあ正直議論を極力排する方向に持っていった方が人材側は強いんだけどな。議論すればするほど村側が有利になるゲームだからね。当分動くつもりはないので初動は真面目にタスクをやります。別に意味はないがやっとけばフェイクタスクに矛盾が起きないからな。人材の時経路とかやったタスク説明するの未だに結構難しいからね。まあそこら辺はターンの時間とかの兼ね合いも重要ですから。フランケンいるし早いうちに複数キル起きてほしいですね。3キルとか決めてくれたら今後だいぶ動きやすくなるんだが、少なくとも人数が多いうちはまだ無理ね。サイドキックもインポスターが動き出すまでは作らず保留でいきます。できるだけ人数が多いとこで城を取りに行く動きをしたいが、ま、このターンは無難に金庫室とかに移動するのが吉でしょう。メイン側に向かうと一気に死亡率と城もらえない確率上がるからね。ただ罠が置いてあるのだけちょっと怖いところだ。罠を警戒しながらちまちま進んでます。お、メテオさん。みぞれさんベント、みぞれさんベント、みぞれさんベントだー。違います。ミーティングにボタン押しに行きます。序盤から元気そうで何より。メメさん離れとこう。死ぬのはウパパロンだけでいい。ここでちょっと様子見してから向かいますか。ま、でもさすがにそのままキルされてるかな。ウパさんの石だけは継ぎます。あ、まだ生きてる。ウパパロン。許せねえ。ウパパロンの死はお前の屈辱あるしでもって支払ってもらうぜ。というかこれはしごでキルしたせいで貫通してない。はしご登る瞬間キルすると時たまこうして異次元に移動するんだよな。見るからに状況が明らかなので助かりますね。キルしないと普通ここにはまらないから一目瞭然。ウパパロンの勇姿しかと見届けました。おいなんかすごい状況になってたけど。メメさんこれどうします。私から説明しましょう。ウパさんがみぞれさんベントって言いながらフィールドをかけていて、みぞれさんとウパさんではしごの往復バトルしてたんですよ。で、ウパさんが上がった瞬間みぞれさんがキルして壁に埋まってました。マジでしょうもない状況。
ので、目撃者が私以外にメテオさん、エーモンさん、チャコさんといるので、現行犯だと押し付け合う勝負にすらならない感じです。面白いことやってんな。お菓子くれたら許しますよ。トリックはトリート。なんだったら放置してたらフランケン寄ってきそうだと思ってました。それは確かに。普通にエーモンさんとチャコさん両方とはいかずとも片方はフランケンっぽい。ひな兄さん後は託しました。あと一人だけど頑張ってね。俺じゃねえよ。ダンマスさん登場は。もういい感じ。じゃあさよならみぞれさん。人材的にはあまりよろしくない状況だな。せめて二人は持ってってくれたら嬉しかったけど。まあこればっかりは不良の事故なので仕方ないでしょう。というかチャコさんってフランケンですよね。え？メメさんは？いやここで否定せず聞いてくるあたり絶対そうじゃないですか。反応があまりにもわかりやすすぎるな。まあ私たち視点フランケンが誰か捕捉しても別に釣りに動いたりはしないけど、フランケンが生きてた方が今の盤面的には都合いいですしね。あ、ちなみに人数が増えて今の試合からはフランケンの勝利に必要なキル数が2に増加しています。ということで前回よりはフランケンを意識する必要は薄れてるぜ。でも後半捕捉できずに勝利条件満たされると敗北濃厚になるから、とりあえず一人でも捕捉できたのは美味しいわ。ちなみに先日はフランケン発見しちゃいました。え、マジで誰誰？チャコさんに会議終わった後フランケンですかって聞いたら、メメさんはどうですかって聞いてきたんで間違いなくフランケンです。おもろ。あら話しちゃって大丈夫なの？大丈夫ですよ。どうせ誰にも話すことはありませんから。誕生日おめでとうございます。真実を知った者は消すしかない。自分から教えといて消しに行くこの下道。ここなら多分フランケンが死体を使ってくれるでしょう。む、サイドキックの使いどころはここですね。なぜレイマリさんではなくレイラーさんをサイドキックに？レイマリさんは一直線で死体方向に向かってましたが、レイラーさんは一度右に向かってたのでフランケンではないでしょう。死体位置がバレることとなった時、私に城を出す人が必要ですからね。通報もないし、やはりレイマリさんがフランケンだろうな。じゃこレイマリでフランケンこの段階で特定完了したわね。ひな兄さん死んでるよ。え、本当ですか？今バイタル見てたら死んでた。許せねえよ。ひな兄誕生日なのに。いつ死んでました？さっき見た時には死んでた。じゃあ死体探しに行きましょうか。まあ上に探しに行ってもひな兄の死体はないわけだが。あれ、ひな兄来た、ひな兄来た。いや、ひな兄さんはもう死んでる。あー来てる。あー、レイマリさんがひな兄さんの死体を動かしたようね。どうするこれ？通報します。凄まじい惨状ですね。ボケてたクマが一匹犠牲となったな。お、そしてこのタイミングでボタン。レイマリさんがこっち来たので死体の位置下だってバレちゃいましたね。まあうまいことやるしかないな。バイタルでひな兄さんが死んでるの確認したんだけど、そしたら下からひな兄さん来て全3キルしてったわ。ハハハハハ。痛ましい事件でした。メテオガンマス全コパスメメント森でいたら全3が切られた。ガチコラやん。ってことは直近？まあ直近数秒前。ナラグサをレイマリチャコ塗り。え、そこ二人フランケンだろ。ピンポイントでフランケンに城出してる人いる。ってことはこれグサを三人材なんですかね。まあそれか、実際にはキルからボタンまで数秒あったし、直近と言われたので誤解してるのかもしれない。少なくともレイマリさんはフランケンのはずだし、後者っぽいけどね。まあグサオさんがインポスター陣営でフランケンに城出す意味ないですからね。ただひな兄さんの死人が全くないからな。いやでもバイタル前で結構人いたし、城はたくさん出るんじゃないですか。ちなみにグサオさんの城出しってフランケンだけの話ですか、それともフランケン前の通常キルの方も無理って感じ？いやフランケンだけ無理って感じ。あ、でもチャコさんはどっちも無理かな。レイマリさん普通に通常キルの方で怪しそうなので、両方城出すならラインとかあるかなと思ったから聞きましたが、言った通りレイマリさんの通常キルの方は全然あるね。イエモンさんの経路は？メテオさんとバイタルですれ違った後はずっと貨物ですね。で、その前は電気。電気室にいたのは見てます。イエモンさんと会った後逆にメインシャワーと移動してます。レイラーさんがメインに上がっていったのも見ました。メテオガンマスは貨物からバイタルまで一緒だからお互い無理。あ、私も城出ると思ってて、電気室でレイラーイエモンと会ったすぐ後バイタルから来た3人と合流してます。まあイエモンさんとすれ違った後すぐメメさんと会ってるし無理じゃない？じゃあレイラーさんかな？時間ないし一旦スキップしましょうか。ふむ、帰りはかなりいい感じに回ってるな。ただレイラーさんが候補に入っちゃってるわね。うん、困りました。ここでサイドキックを失うわけにもいきませんし、仕方ないのでレイマリさんに犠牲になってもらうとしますか。レイマリさんは通常キルの方は城出てないものね。しかもひな兄さん最後下から来てたからな。この情報出したらレイマリさんに矛先を変えれるだろう。私は両方のキルで城をもらってるので好きに発言できます。次の会議ではグイグイ誘導していくとしましょう。しかしうまいこと私たちに城出てよかったな。まあ私たちの怪しいとこを見てるのフランケンとサイドキックだけだからね。レイマリさんは出したとしてもその後自分もセキュー行ってるから、行ったとしても自分の首を絞めるだけだし、やはりあのタイミングでのサイドキック作成は正解でした。とりあえずどこから詰める？結構城出てるしフランケンで詰めればいいんじゃない？いやひな兄さんの死体位置も大体わかってるんですよ。メテオさん、ひな兄さん最後下から来てましたよね。来てたね。じゃあもうそれならイエモンさんしかいなくない？いやキッチンセキュで切られた死体運ばれてきた可能性あるんだよな。え、キッチンセキュはグサオさんから否定入るくない？キッチンはないね。セキュは知らんけど、レイマリさんが中盤セキュの方向向かってたんですよね。自分はセキュでテープ巻いてそこからキッチン移動してます。経路的にもレイマリさんが通常キルの方はしてそうなんですよね。いやいやそれはないない。だってだとしたら死体をセキュからフランケンが運ぶ隙がないから。いやまあありえないも何も、実際そっちからひな兄来てるからな。いや自分がやってる場合フランケンと内通しなきゃ無理ですよ。いやだから内通してるんじゃないですか？まあ内通は全然ありえるよね。セキュは自分が通っててないので電気か貨物側から来てるんじゃないですか？いやレイマリさん電気室も通過してるでしょ。貨物側からはない。まあもうそっちから向かってきてるからね。被害者の前さんも貨物側から一緒に来てるし。電気室の人たちって本当に全員城取れるの？レイラーイエモンの二人は城出ないけどレイマリさんは硬いと思いますよ。それに通常キルの方はレイマリさん視点からもらって、レイラーの二人は無理なはずだし。まレイマリさんでいいか。よしこれで真実を知る者はレイラーさんのみになりました。レイマリさんをひな兄さんキルの容疑で連れたのはでかいな。フランケンのキルに関しては
は完全に白出てるし、というかロラは多分しないし、ロラするにしても私たちにはならなさそう。さよならレイマリさん、私の勝利のための踏み台になりなさい。あとチャコさんはどうせフランケンだから邪魔になるまでは生かしておきたいな。まあ1キルしてたであろうレイマリさんは消せたし、チャコさんはまだ勝利条件満たしてないし置いとく余裕はあるわね。ということで買います。ジャッカルとフランケンがキル取ったし次はスパイダー君の出番。というかさっきから全く罠にかかったという報告がないな。なんか嫌な予感。いやいやまさか、まだ人数半分も減ってないんですよ。このターンきっとスパイダー君がキルしてくれますよ。そして嫌な予感に拍車をかけるリアクターサボ。さっきも爆速でリアクターサボ入ってたわよね。まさかインポスターはすでに全滅している感じですか。その可能性が高いな。となると残りはジャッカルとフランケンだけでやる必要があるわけか。そうなるともはやタスクとの勝負でもあるわね。全力でキルしていっても間に合うか微妙なんですけど。リアクター直しに来ちまったし、このターンはとっととボタン押してリセットするぞ。キルできないターンは時間をかければかけるほどディスアドですからね。みぞれさんは当然として残りのインポスターはひな兄さんとかだったのかしら。前さんの可能性もあるが、まあもうどちらにしても同じことだな。一応生きてる可能性もゼロではないですけど、このボタンで犠牲者がゼロだったらいないものとして動きます。果たしてキルは入っているのか。まあ当然ながら祈りは通じないと。コックピットで罠にかかりました。え、罠？スパイダー君、まあずっと残ってた罠の可能性あるからなんともだな。それは確かに。あと電気室の面々を疑ってる人がいたので一応補足。私含め4人でバイタル側からメインに最後移動していたので、貨物側からというよりは石油にあった死体を動かしてきたのかなと。それにレイマリさんからひな兄さんの死人情報が出てないのが明らかにおかしいので、レイマリさんだと思いました。なるほどね。まあ電気室のはしご登ってきてたのは確実だからね。まじゃあチャコさん釣りますか。なんでなんで。いやチャコさんコックピットで罠仕掛けてそうなんですよね。あれこれチャコさんフランケンじゃなくてスパイダー。罠に関してはいつ設置されたやつかわからんからな。まあタスク終わるから別にタスク進行でもいいけど、私は後にボタンあったら終わる感じです。同じくって感じだな。あれこれ結局チャコさん釣りかタスク進行どっちにします。まあ入れたい人が入れるくらいでいいんじゃないかな。もう普通にチャコさん釣られそうですし投票しておきますか。そうだな。チャコさんスパイダーならフランケン他にいるかもだし。同数量でギリギリスキップとなった。さてタスク勝利が目前に迫っているらしいので、このターンからなりふり構わずキルしていきます。キルボタン連打で歩くくらいでいいな。おっと爆速リアクターサボ。いやこれやっぱりスパイダー全滅してますよね。この速度でのリアクターサボはさすがに全滅してなきゃありえん気がするな。早いうちにサボ入れると直されてボタン押される可能性もあるからね。それ無視で即リアクターはそれしか勝ち筋がないからっぽい。まキルしにリアクターサボ方面に向かうとしましょうか。お、ラテさん発見。タスクを進めるとはなんてやつだ。それを嫌だと思う人材の気持ちをなぜ考えない。とんでも人材理論きた。記録的にギリギリラウンジ内で処理できそうでよかった。それでは残念ですがお先に墓場に行ってください。さてあとはリアクターを直しに行く動きをするとするか。これで残り人数7人だから、あと最低でも3キル必要なのか。チャコさんにも働いてもらう必要がありそうですね。フランケンならお願いしますよチャコさん。私たちは死体から離れてできれば左側でキル入れたいな。右側で切り合うことにはなりたくないしね。あれ証拠左を直した人が見当たりませんね。ミーティングに向かったのならタイミング的に見えそうなもんですが。直してから即座にエンジン方向に移動したようだな。お、話してたらちょうど戻ってきたようだ。どうもメメさん。どうもどうも。あ、これもしかして今から自分死ぬやつですか。いやいやキルするならこうして話してる間にもキルしてるでしょ。それは確かにそうですね。いやーよかった。まあキルくたまったら当然キルするんだけどな。人道に反する。最後くらい恐れることなく言ってほしいという私なりの優しさ。きっとその優しさは届いたよ。これでようやく残り人数6人か。分かってたけど先長すぎません。お、しかもここでラテさんの死体発見。まあキルク的にはロスがないからありがたいけど。ラウンジで死体発見です。アーカイブとラウンジの間、これグサオさんかな。はい。追加キルなしでサイドキックが通報か。ちょっと厳しい盤面になりそうね。グサオさん昇降機直してそっち側向かってた感じだね。イエモンさんが左側直してくれたと思うんですけど、その後にそれを見て右を直そうとしてシャワーアーカイブと向かったらグサオさんと会ってる。レイラーさんは一人釣るつもりで通報した感じかな。いやそれならメメさんがそっち側から来てるんじゃない。私はメインシャワー側から昇降機に向かったのでラウンジは通ってないですよ。前回やり途中だった電気室のタスクをやりに行ってたので、それは誰かから保証できる。いや途中では誰も会ってないので保証はできないですけど、最終1はミーティングにいますね。え、メメさんミーティングにいるんですか。それならメメさんがガンマスさんキルしてそうだな。アドミンでミーティングにでガンマスさんがそっち行くの見てたんですよね。いやこれは厳しい。めっちゃ追い詰められてるわね。ここでキルしてないならチャコさんも人材かわかんないですしね。そういうのならイエモンさんマットかサイドキック、グサオさんスパイダーもしくはジャッカルのラインだと思いますけど、自分とイエモンさんでリアクターサボ直してます。イエモンさんの証言もあるし普通にメメさんでいいと思うけどな。それにメメさん視点ラインを主張するしかない状況なわけでしょ。いや昇降機直ってから結構長い時間あって、直したグサオさんが発見されたラテさんの死体方向向かってるし、グサオさんがキルしてる方が客観視妥当な状況なのでは。いや自分がラウンジは行く時間ないはずですけど。自分はタスク終わるんでタスク進行スキップでもいいですが。いやフランケンとか絡めて次一気に終わる可能性もあるからな。話聞いた感じは結構グサオさんっぽい。え、でも昇降機右からアーカイブ向かってんだよ。その後レイラーさんと会ってるしラウンジ行く時間はないって。釣らなきゃなんでグサオさん入れます。なんかギリギリグサオさん釣れましたね。アドミン出た時は終わったと思ったけどね。もう誰がフランケンとか1ミリもわかんなくなってきたな。メテオさんが露骨に協力してくれたので人材っぽいですしね。まあでももうどうなってもあとは1キル入れるだけです。残り30秒ならギリギリタスク終わらなさそうではある。願いを託して即
即脇するほかあるまい。さてそれでは即脇したのでラスキルの標的を探しに行きます。もうフランケンでも誰でもいいから集まって。最後のタスクミーティングに残してる人多そうだし、そっち分けばよかったかもね。時すでに押しだ。まあまあメインとかも通過しつつ探せるし OK。 そしてまたしても即座に入るリアクターサボ。私たち視点サボが入らないよかありがたいけど、ただこの盤面でサボ直しに行くやつとかいるのか。うん、まあ墓場の住民がタスク残ってる読みならありえますが、というかマジで全然人いないですね。できればキルク開ける前に誰か見つけておきたかったけど、タスク勝利が怖い。アドミン見る時間があるか微妙だから、このまま昇降機向かうぞ。誰かいてください。む、左右の扉は開いてる。ということはおそらく誰かこっち側にいますね。じゃこさん発見。それじゃラスキルいただきまーって。え、ギリギリのギリギリでタスク終わっちまったようだな。え、こんなことある。もうラスキル目の前だったんですけど。というかじゃこさんやっぱフランケンだったか。メテオさんマットでひな兄さんスパイダーと。いやこれめっちゃ惜しかったー。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。